こんにちは、制限チャンネルです。今回は、商品紹介してみたいと思います。紹介するのは、こちらになります。コールマンの、スパイスボックス2。まあ、調味料を使いやすく収納するスパイスボックス。買ってみたので、まあ、使ってみたい、収納してみたいと思います。ちなみに確かアマゾンで、1300円くらいだったと思います。まあ、ちょっと値段が下がってたと思います。では、早速開けていきたいと思います。サイズ感は、高さが21センチ、まあ、幅が、18の、奥行きが14ってなんか書いてますね。はい、ちょっと中はこんな感じです。で、多分これが、まあ、何ですか、分割っていうか、パーティションになるんでしょうね。結構いろいろ入ってますね。こんな感じ。いろいろ入ってました。まあ、中は、これぐらいですね。まあ、21センチだったので、まあ、自分が一番高い、高さがある調味料、それが、まあ、これになるんですけども、クレイジーソルト。これでも確か21センチなくて、15、6センチだったので、入るなと思って、買った感じですね。では、とりあえず、どうしましょう。パーティション、組み立ててみたいと思います。では、一旦。はい、中のパーティション組んでみました。こんな感じですね。前側が結構ちょっと、スペースがあって、まあ、3分割で、後ろがちょっと高くて、まあ、3つに、こんな感じです。まあ、正直、パーティションめんどくさかったら、全部外しちゃってもいいですし、この真ん中だけにしてもいいですし、まあ、ある意味自由は利くんですけど、ちょっと、付けるのめんどくさかったです。ぶっちゃけで。では、早速ですけども、まあ、収納していってみたいと思います。まあ、自分の持ってる、調味料って、数、そんなないんですけれども。収納していきたいと思います。はい、これで全部ですね、自分の場合は。では、早速収納していきたいと思います。早速なんかパーティションちょっと邪魔くさい感じですね。どうしよう。後ろのパーティション全部取っちゃいます。なんか入らなそうだなと思って、こうか、いや前か、やっぱりパーティション邪魔だな。はい、結局パーティション真ん中だけにしました。こんな感じで、前の方に、クレイジーソルト、クレイジーガーリック、クレイジーガン、まあ、クレイジーシリーズ。で、後ろに、油、まあ、最近のタバスコ、お気に入りタバスコ、オリーブ、オイル、胡椒、はい。調味料じゃないので、こんな感じですかね。まあ、あと、まあ、油はちょっと出しといて、まあ、入れてもいいんですけど、あと、ここに醤油、まあ、ちょっとちっちゃめの醤油入れれば、まあ、自分の調味料としては、すべて収納できる感じですね。こんな感じです。今回は、せっかくなんでこのネギを入れておきます。まあ、すっぽり入りましたね、全部自分が持ってるもの。まあ、これだけしかないんで、自分の調味料は。では、チャッ
ックをつけてみます。いい感じですね。これで、収納できるんで、よかったんじゃないかなと思います。まあパーティションあることには越したことないんですけど、正直いらないかなっていうところですね。自分の使い勝手だと。あと取り付けがめんどくさい、ぶっちゃけ。で、これで、まあ1300円ぐらい、まあ2000円が定価2000円が、まあ1300円とかになってたのかなだと思います。ということで、まああと横にこんな感じでサイドポケット2つほどあるんで、ここにも何かこう、まあ例えばこんなものでもいいんでしょうね。こんな感じで入れられるし、便利ですね。これで1300円、いや買ってよかったんじゃないかなと思います。こんな感じですね。ということで、今回は、このコールマンの、スパイスボックス2、まあ、調味料入れですね、の、まあ、紹介となります。それでは制限チャンネルでした。ありがとうございました。また。